いろいろとね、コツというか、こうすると減量結構楽に進められるなっていう経験がございますので、それを共有したいと思います。寝たい、起きなきゃっていう理性と欲望の戦いではなくて、この欲望のね、部分をすり替えることによって、自分がね、なりたい自分っていうのが皆さんあると思うので、はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ日誌です。私は会社員をする傍ら富士競技に挑戦したり、フィットネスコミュニティノーリミッツの運営を行っております。これから夏に向けて減量する方多いと思います。今回は忙しい会社員の方でも無理なくダイエットを成功させるための方法について5つのポイントに分けて解説をしていきたいと思います。で、私自身、フルタイムで働く会社員ですし、朝から晩まで働いて、で、今はね、コロナの状況下なので減ってはいるんですが、残業プラス、いろんなお付き合いがあったり、出張に行ったりとか、なかなか自由に時間をコントロールできない部分があります。私は、そういった中でフィジークのコンテストに出て、減量して絞り切るという、試みをする中で、いろいろとね、コツというか、こうすると減量結構楽に進められるなっていう経験がございますので、それを共有したいと思います。今私はコンテストを出て今オフ期に入ってるんですが、できる限りね、脂肪を乗せないようにして、できるだけ肩と腕のカットとかね、消えないようにしながら、なんとか食事もコントロールしつつ、体脂肪率を一定にキープしようと意識してるところなんですが、競技者の中でも減量で絞った後にオフ期に入ったら一気に太ってしまって、いわゆるリバウンドしてしまう人と、年中で結構いい体をキープしてる人がいるんですね。で、その違いは何なんだろうというところで、私なりの考察なんですが、もちろん、その人の意思とかポリシーとかいろいろあると思うんですが、結構、統計的に見ると、その人の職業っていうのが一つ大きく関わってくるなと思っていて、会社員は割とオフ期とオンの差っていうのが激しくなりがちで、逆に言うと、ジムとかで働かれているインストラクターの方は結構年中いい体でキープされている方が多いんですね。体を見られるからっていうのももちろんあると思うんですが、やっぱり日常的に消費するカロリーの差っていうのが結構大きく変わってくるんじゃないかなと思っています。我々ね、会社員ずっとこう、私の場合だともデスクワークなんで、ずっとこうカタカタっとやっていて、ずっと座っていると。で、たまに、書類を取りに行くぐらいの動きしかなかったり、あるいは、今在宅勤務とかになってるんで、余計動くことがないということで、我々会社員が楽にダイエットを進めるために必要なことは、無意識の中でいかに消費カロリーを増やしていくか、これが大きなポイントになってきます。なので今回ご紹介する5つのポイントのうち、最初の3つっていうのは、この無意識化の消費カロリーを増やすためにはどうすればいいか、これを具体的にお話をしていって、それプラスアルファで残り2つ、効率的にダイエットを進めていくための方法論についてお話をしていきたいと思います。それでは早速本題入っていきます。まず1つ目のポイントが通勤です。この通勤でいかに消費カロリーを稼ぐか、要は皆さん会社までどうやって通勤されてますか。車だったり、あるいは都会だったら電車だったり、バスだったり、いろいろあると思うんですが、ここでお勧めできるのは、ある程度ね、会社と距離が近いようであれば、ぜひ自転車だったりとか、あるいは徒歩だったりとか、必ずね、通勤として行かなければいけないこの移動の時間、この時間を消費カロリーが増えるような交通手段を使う。これが一つ、日常生活の中で新しく時間を作ることなく消費カロリーを増やしていける方法になります。で、うちは会社からもとにかくそんなの無理だよっていう声が聞こえてきそうなんですが、そういった方の場合は、ちょっと早めに電車に乗って一駅手前で降りて歩いて通勤する、あるいは帰りも最寄りの駅の一個手前で降りて、そこからは歩いて帰る、こういった工夫ができると思います。これもね、大したカロリーじゃないっていうふうに思うかもしれないですが、これ365日続ければもうチリツモでね、それなりの消費カロリーっていうのが変わってきますので、まず見直すポイントとしては、必ずやらなければいけないことであれば、そこをね、効率的に消費カロリーを増やす時間に当てることができれば、ダイエットがね、楽に進めることができるかなと思います。特にこれからの季節、暖かくなるので、もうね、朝一寒くても縛れるみたいなこともないかと思うんで、普段電車、バス、そして車使われている方、移動手段について見直すことも検討してみてください。そして2つ目のポイントが昼休憩です。で、このタイミングで皆さん食事取られて、そこからね、ゆっくりね、こうデスクとかでのんびりされる方、あるいは昼寝をされる方、いろいろいらっしゃるかと思うんですが、昼寝も午後のね、パフォーマンス上げるためにはいいんですが、ダイエットを効率的に進めるためには、
昼食後の有酸素、これをおすすめします。一番やりやすいのが、昼食終わったら会社をちょっと出て近くをね歩いてウォーキングをして、30分ほど歩いてまた戻ってくる、こういったことをするのが一番効果的かなと思います。でこの昼食後っていうのは、食後の血糖値を上がるのを緩やかにしてくれる効果があるので、食べたものが脂肪になりにくいっていうメリットもありますし、食後に血糖値がこうガンと上がってしまうと血糖値が逆に下がって、そのタイミングで眠くなって仕事のパフォーマンスが落ちるっていうこともあります。これを上がりすぎないように有酸素をすることで、その下がり幅っていうのは小さくそれに応じてなってきますので、午後の仕事のパフォーマンスのアップにもつながります。1時間休憩のうち、30分で食事をとって、残りの30分っていうのは、普段ねあまり有効活用できてないなっていう方は、軽い有酸素運動の時間っていう風に変えていただけると、ダイエットの面、そして仕事の午後のパフォーマンスの面でもメリットが大きいかなと思います。ぜひ実践していきましょう。このあたりは私が、過去でね、効率的な有酸素の方法について、攻めの有酸素、守りの有酸素っていう解説を動画で行っています。それのうちの今回は守りの有酸素に当たる部分です。そして3つ目、移動は階段を使うということです。これは通勤の時に家から出て、マンションの方であればエレベーターを使わずに階段で上り下りをする。そして会社の中で、例えば階の移動がある時もエレベーターではなくて、あえて、階段を使って階の移動を行う。こうすることで、これもチリツモにはなるんですが、消費カロリーを稼ぐことができるので、普段のご自身の移動をいかに運動時間に変えられるかっていう観点で過ごしてみてください。私は今、リモートワークと出社半々ぐらいの割合になってきてるんですが、リモートワークが、結構続いた時に感じたのが、日常の運動強度が非常に落ちているなと。そして久しぶりに会社に行ったりすると、やっぱりね、その通勤だったりとか、社内の階の移動なんかも、結構ね、馬鹿にならない消費カロリーだなっていうふうに、普段ずっと座りっぱなしだったからこそ感じるので、こういった部分でね、ちょっとエレベーターとかを使ってしまうんではなくて、階段を積極的に利用する。ただでさえ、我々会社員は、本当に、運動する時間っていうのは短いので、普段の生活強度をできるだけ高くする、そういった意識で過ごすようにしていきましょう。はい、ではここからは日常生活、プラスアルファの運動として行っていくポイントについてお話をしていきます。4つ目のポイントになるんですが、これは朝活です。朝っていうのは、誰にでもね平等に訪れますし、そこがね一番我々がコントロールできる時間になります。やっぱり夕方とかになると、この日は残業があったりとか、あとその日の、日中の仕事の大変さによってね、帰ってきたらもうクタクタになってしまうってことがあるんですが、毎朝朝の状態っていうのは基本的には我々の、意思で何とかコントロールできる部分なので、その時間をしっかりと朝活に当てて、内容は人によって目的によって変わってくると思うんですが、例えば軽い有酸素をやる、そうすることで体は目覚めますし、消費カロリーも増えて、そして脳内に血流も回るので、その後の仕事のパフォーマンスが上がる、そういったメリットがあります。で私の場合は、ウェイトトレーニングっていうのは朝一行うようにやっていて、そうすることでその後の1日の、代謝っていうのも上げることができますし、仕事に左右されずに確実にその時間にウェイトトレーニングを行うことができるっていうのは、一つ私の安心材料でもありますし、長期的に計画を立てやすくなるかなというところで、私は朝活やっていっております。ぜひ、仕事終わり疲れてないジムに行く気力がない、そういったことを、言い訳にされてる方は、朝活やってみてはいかがでしょうか。それもね、起きれないっていう言い訳が聞こえてきそうなんですが、そこはね、もっと寝たいとか、そういった思いもあると思うんですが、それとはまた別でね、自分がね、なりたい自分っていうのが皆さんあると思うので、そういう自分になりたいっていう、それも一種の、欲望ではあるので、寝たい、起きなきゃっていう理性と欲望の戦いではなくて、この欲望のね、部分をすり替えることによって、あんまりストレスなく朝活っていうのをやっていけるんじゃないかなというふうに、私は個人的にそういった考え方をするので、欲望をすり替える、寝たいという欲望ではなくて、朝一からやるべきこと、やりたいことをしっかりとコミットして、すがすがしく朝一のスタートを切りたい、そういった欲望に置き換えていただければと思います。結構ね、この考え方は何でも当てはまるのでおすすめです。理性と欲望を戦わせるんではなくて、この欲望の部分をコントロールして自己洗脳して、理性とね常引きさせるんではなくて、二人三脚で同じ方向を向かせるっていうような思考をすると、結構ね、その自制心とかエネルギーを消耗せずに、やりたいことに集中していけるんじゃないかなと思います。そして最後5つ目がヒートです。これは有酸素をやる時間もないという方、忙しいという方、とりあえずヒートやりましょう。でこのヒートっていうのはハイインテンショナルインターバルトレーニングの略で、高強度の運動を例えば20秒間やって20秒間休む、20秒間やって20秒間休む、それを例えば8セットだけ繰り返す。
まあ、そうすることで、まあ、10分20分の運動が有酸素のね1時間以上の運動に匹敵するような消費カロリー燃やすことができますので、非常に時短効果のあるトレーニングになります。でやり方としては、例えばジムに行けば、まあ、ランニングマシンだったりバイクを漕いだり、あとは私が実践しているのはマシンのレッグプレスを使ったヒートがあります。これは以前動画でもご紹介しているので、もし興味のある方はチェックしてみてください。でさらにヒートのいいところは、意外にね終わった後疲労感がたまるんではなくて、結構ねパフォーマンスが上がって、結構心肺も上がって、その後のねパフォーマンスが上がるっていうメリットがあるので、その後通常のトレーニングをやっていくと、まあ、ウォームアップを済んだ状態でかなりパフォーマンスの上がりやすい状態で通常のウェイトトレーニングできますし、心肺が上がった状態でのトレーニングになるので、そこでの脂肪燃焼効果っていうのも狙います。まあ、忙しい会社員のうってつけのトレーニング方法になるので、もちろんしんどい部分はあるんですが、まあ、そこもねより良い自分になる、まあ、そういった欲望に置き換えて、まあ、そのしんどさも楽しむような意識でぜひ実践してみていただければと思います。まあね、最初はねちょっときついんで、例えばその20秒10秒に切っていただいたり、セット数を減らすとか、まあ、そういった形で、まあ、徐々に伸ばしていくっていう形でもいいと思います。まずは、実践してやってみる、まあ、そういったところまでやっていただければ、もう半分成功しているようなものなので、まずは、お試しいただければなと思います。はい、というわけで、今回は忙しい会社員の方がダイエットを成功させるために必要なポイントを5つに分けて紹介してきました。1つ目は通勤時間の工夫。電車やバス、自動車使っている方は自転車であったり、徒歩で歩いたり、あるいは1駅分だけ歩く、まあ、そういった形で日常の通勤というのを有効な有酸素運動の時間にしてみてください。そして2つ目、昼食後のお昼時間の活用です。こちらも食後の血糖値が上がるタイミングで有酸素を入れることで血糖値を緩やかにして、午後の仕事のパフォーマンスも上がる上に消費カロリーも増やしていける絶好のタイミングですので、ぜひ取り入れてみてください。そして3つ目、できる限り移動はエレベーターを使わない、そして徒歩で階段を上がっていく。自宅がマンションの場合はそこの上り下り、そしてまあ会社でも上下の階の移動があると思います。まあ、そういった時にエレベーター、エスカレーターではなくて、ぜひねあえて階段を使うことで日常の意識していないような移動っていうのをカロリーを消費する時間に変えていきましょう。これも地理つもで確実に効果は出てきます。そして4つ目が朝活です。まあ、我々が平等に与えられた完全にコントロールできる時間、それが朝なので、ぜひいつもよりもちょっとだけ早起きをして朝活やってみてください。一日の代謝も上げることができますし、仕事のパフォーマンスも上がっていきます。もっと寝たい、そして起きなきゃいけないっていう、まあ、理性と欲望の戦いをするのではなくて、この欲望の寝たいっていう部分をより良い自分になるために、朝最高のスタートを切りたい、まあ、そういった欲望にすり替えることで、理性と欲望の綱引きではなくて二人三脚で目標に向けて進めるようなメンタルでやっていければ、他にもいろいろと応用が効くと思うので、ぜひそういったメンタルを身につけるためにも朝活やってみてください。そして最後5つ目がヒートです。これはねトレーニングの前にぜひ取り入れてみてください。かなり強度の高い運動になるので、まずはね徐々に慣らしていくようにしていただければいいですし、まあ、それが終わった後の達成感だったり爽快感っていうのは格別です。非常に時間効率のいいトレーニング方法になるので、我々会社員には本当にぴったりです。ぜひ朝活とねセットでやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回の解説以上にしたいと思います。まあ、今回の話っていうのは必ずしも皆さんに当てはまるものがないと思うので、通勤の部分だったりとか、まあ、朝活の部分だったり、まあ、仕事の内容だったりお住まいの環境によって適用できない部分もあるかと思うんですが、まあ、こういった姿勢で日常を見ていただいて、まずは無意識の中で消費カロリーを増やしていく意識、まあ、そしてプラスアルファで少ない時間の中でも効率的にトレーニングを行っていく意識、まあ、この2つを持って日常を過ごしていただけるとダイエットの効果がぐんと上がるかなと思います。ぜひ、まあ、今回の動画を参考にしていただいて、皆さんのダイエットをうまく、進めていただけたら幸いです。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録がまだの方、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。私が運営するノーリミッツでは、 YouTube ではお話をできないようなコンテンツっていうのをコミュニティメンバー限定に配信していたり、コミュニティメンバー間でもつながって日々、まあ、情報交換をしたり切磋琢磨してモチベーションを高め合っております。ご興味のある方はぜひ概要欄からチェックよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.